ピョートル・ニコライヴィチネ・ステロフは、ロシア帝国のパイロットである。極技飛行のパイオニアでもある。軍の士官学校の教師の息子に生まれた。軍人の道を選び、士官学校から、砲兵学校に進んだ。東、シベリア第九砲兵隊に中尉として配属された。1909年に飛行機会社に派遣されて、航空の世界に入り、最初のグライダーを製作し、 飛行の練習を始めた。1911年から軍の飛行士としての訓練を受け、1912年11月に家庭を終了し、軍のパイロットになり、キエフの隊のリーダーとなり、夜間飛行も行った。1913年70馬力のエンジンのニューポール4で監修の前で宙返り飛行を行った。この飛行で軍からは懲罰を受けたが、ネステロフは、 有名になったり、後に勲章を受賞した。第一次世界大戦が始まると、戦闘に参加し、爆弾の投下に技術を見せた。戦争の初期には、航空機には武装はなかったが、ネステロフは、敵の航空機を空中で破壊した、最初のパイロットとなった。1914年8月26日、モラーヌ・ソルニエタン容器に乗ったネステロフは、偵察し、 フリードリッヒ・ホンロー・ゼンタールと操縦し、フランツ・マリーナの乗ったオーストリア軍の偵察機アルバトロス B2 を落とすために彼の機の主脚を敵機に衝突させようとした。プロペラが敵機に当たり、2機は墜落した。乗員は3人とも死亡した。この戦闘の場所に近いジョークバの町は一時期、ネステレフと改名されていた。ネステレフの言った対当たり戦法は、 第二次大戦のソ連空軍にも受け継がれ、タラーン戦法と呼ばれた。ネステロフの功績を称えてソ連は、極技飛行の上院に送るネステロフカップを創設し、これは後に、国際航空連盟の世界エアロバティック選手権のチャンピオンに送られる、ネステロフトロフィーに引き継がれた。さらに1973年に、タマラスミルノワにより発見された。 小惑星ネステロフは、ネステロフにちなんで命名された。ありがとうございます。